無理です。よし。気持ちいいっすよ。ほほほほほほ。夏ですな、桜井氏。夏ですな。夏といえば、スイカだ。花火だ。海だ。海だ。行きましょう。え？海行きましょう。行くんですか？行きましょう。今からですか？今からっすね。そうですな。行けそうですな。行けそうなんですよ。ちょっと遊びに行きますか。遊びに行きましょう。じゃあ行きましょう。お、これ慣れてくると気持ちいいですな。そうでしょ？はい。そうなんですよ。待ちましょうか。いや、いい。これこれで。桜井氏。いつもこんなたくさん乗ってましたっけ？夏に似合う。ラジコン用意しましたぞ。これで行きましょうか。行きましょう。桜井氏、小春さんがいるじゃないですか。そうですよ。誘ってみますか？お願いしていいですか？お願いして、あ、僕が誘うんですか？恥ずかしいじゃないですか。桜井さん誘ってください。この音が気になる。いいんです。早く誘ってくださいよ。重そうですね。あ、重いんですよ。重い。え、なになになに、え、も、え、いいの？あ、ごめん、ごめん、あら、ごめん、ごめん、すいません、なんか、ありがとう、ありがとう。ちょっと、じゃあ、ちょっとね、あの、車に積むんだけど、申し訳ないけど、ちょっと、いいですか？すいません、なんか。あの木、カメムシ、群生地なんですよ。え？それちょっとこちら、はい、ありがとうございます。はいはいはい、横原さん、ちょっとこれ持っていただいて、はいはいはい、開けていただいてもいいですか？ごめんなさい、お願いします。そうそうそう、で座っていただくでしょう。座っていただいて、キーを回すんですよ。あー、そう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 、すごい。それは必要ですよ。お邪魔します。お願いします。はい、いいんですよ。よし、よし。あら、あら、小春さん。はい。運転席に座ってらっしゃる。はい。あらま、え、どうしよう。桜井氏、どうしましょうか。ゴンゴン言ってるけど。はい、すいません、雪下ろしを。じゃあ、よかったらちょっとシートベルトとか、一回、うん、一回していただいて、はいはい、ブレーキを振りつつ、はい、これドライブ D に入れてやるんですね。で、ブレーキを離して、ね、そーっと、あそこ群衆がいるでしょ、あそこ、ちょっと突っ込まないように。あ、そう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 。あ、すごい、ここ面白い。面白いでしょ。ちょっとこっち行くかな。なんか群衆が、群衆がいますな。みんな降ってくる。あらら、もう、みんな運転でございます。あ、そう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 、止まれたんですけど、はい、右に右折ですね。はいはいはい、はい、すごい、桜井氏、小春さんすごいじゃないですか。さすが我らの小春さん。あら、なんかちょっとごめんなさい、なんか流れで運転しちゃってもらってますけども、はいはいはい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いえいえ、助かります。助かります。夏になったじゃないですか。はい、夏といえば、はい、さっき僕が運んでたでしょ、あのラジコン。運んでました。運んでしょ。あれを桜井氏と海にラジコン行こうと思ってたんですよ。あら、一緒に行っていいんですか？あ、いいよ、もちろん喜んで、ぜひ来ていただいていいですか？来ちゃってますけど。今日は小春さんを拉致しちゃいました。観光現場です。さすが、しっかり警察までに止まられてね。もちろん、です。もちろん、もちろん。この道がね、めちゃめちゃ気持ちよくて、いろいろ走っていくとね、水浴びに最高な場所がいっぱいあるんですよ。小春さん、去年覚えてますか？覚えてます、覚えてます。今年もね、新しいボートを手に入れたんですよ。はいはいはい。ちょっと5分前ぐらいの時にまた来た時あったら、ちょっと行きませんか？行きます。行きましょう。小春さん、見過ぎて来ていただけるそうですよ。あら、やだー。ああ、アレンジ。まあでも、誠一さんもあれですか？そうそうそう。水着ですね。もちろん水着です。競泳水着ですね。競泳水着。ピチピチ。ピチピチ。来てもらうから。ああ、みんなそっちの方が見たいですね。そうですよね。からね、越前海岸までね、15分ぐらい走ると実は着いちゃうんですよ。知ってました？
知ってました。あ、本当ですか。さすがです。僕が来る前はツーリングとか。あ、そうだよね。そう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 。小森さんバイクも乗るの？バイクも乗ります。あ、バイクも乗るんだね。すごいね。大型持ってるの？じゃあ今度このバイクでその桜井をちょっと下水に乗せてちょっと走ってあげる、走ってあげてください。前方は全然信号ないですか？ないです。全然ないですよ。ないですよ、うん、すごいでしょ。気持ちいい。はい、気持ちいいでしょ。俺が福井ですよ。大都会福井なんです。ここでもね、まだ福井じゃないんですよ。ここまだニューフンっていう加賀のある地域で、もう少し行くと大都会福井市に入りますので、その光景を見てから判断しますよ。なるほど。福井がどうかっていうのめちゃめちゃ都会な。よろしく。いきなり都会が、いきなり都会入っちゃいますよ。小丸さんのお住まいは大都会ですか？ほどほどに。ほどほどに。ほどほど都会。まあここと比べたら日本人どこ行っても大体都会。カメムシも少ないんですよ。あ、そうなの。何？家で年に1回ミルク。え、マジ？本当に暇です。あ、後ろにいらっしゃいますよ。後ろに。そうですね。そこはね、やっぱりね、プライドがありますからね。プライドがあります。そう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 。攻めるプロ。だいぶやってるらしいですね。うわ。だいぶもう。体重の移り変わりが綺麗だもん。す。そうそう。うわ。コーナーで加速しましたよ。今。リアカジュ、リアカジュ。リアカジュです、ちゃんと。ちょっと後ろ引き離しましたね、若干。2人乗せてる。遠慮してますか？遠慮してます。ちょっと小原さんトライク乗るんだもんね。あ、そうですね。トライク最高じゃない、この道走るね。楽しいと思うね。多分田舎道だったら虫が当たったね。もうまあ当たりますけど、一番びっくりしてきたのは上からマツポックリが落ちてきて中入って、でもそれがマツポックリってわからなくて、なんかとりあえず茶色いってっかい物体がやばいよね、やばいね。怖い怖い怖い。わーだね。いやーって言って一人で新種なんだからね。なんか服バタバタさせてる。そして間もなく大都会福井市ですから、はい、そういきなり変わりますんで、はい、急に、はい、急に変わります。あ、来ます来ます来ます。大都会、これが大都会福井市だ。いや、すごい。もうこれ、かしが、かしが、いるもちゃんと。ちゃんと、かしの。なるほど。なるほど。なるほど。大渋滞ですから。あ、自販機がある。あ、ありますね。すごいでしょ。すごいですよ。小原さん、アイスとか食べたいですか？いらないですか？アイス食べたいですね。食べたいですか？アイスです。今ね、行く途中にね、やってればアイス屋さんがあるんですよ。ちょっとより食べますか？食べましょう。行けてこれだから、鳥のサイズにする。うん、そう、聞こえない声がね。いい走りですな。もう素晴らしい。かっこいい。運転が荒い人みたいな。いや、そんなことないですよ。かっこいいですよ。やっぱ山道来る。血が騒ぎます。血が騒ぎちゃうね。心たぎっちゃうね。どうしてもね。カーブはコーナーに変わるからね。ちなみにね、レディオガガの今、第2サーキット、第2サーキットここなんですよ。実は。はい、はい、結構ここにラジコンしに行くんですよ、最近。マジですか？はい、そうなんです。一瞬で終わりましたけど。まあまあまあ。あ、ここです。サクサク。ここです。ここです。ここですね。あ、やってるね。やって、あ、やってやってる。やってかった。はい。よし。常連になり、常連になりそう。あ、いいですね。ここに来た常連なんだ。なるほど。はい、もう、いつも乗っていった感じで。はい、はい、2回目なんで。あ、いた！痛そう。すいません、あの、多分全然ごめんなさい、かわいそう、かわいそう、かわいそうでしょ、かわいそうです、かわいそうなんですよ。これで僕食べたのがこれで、誠一さんがこれ、あれ誠一さんです。あれ今、誠一さんって言っちゃったな、俺。誰ですか？誰だ誠一さん。あ、言っちゃったの、わかんないですね。わかんないですけど、僕今日、この間食べたかった
これですね。いちご、いちごですね。はい、はい、僕はそれです。小原さん、どうぞ。なれ目ですよ。でも私もこれが。おー、いいじゃん、分かってるじゃないですか。さすが、分かってらっしゃる。社会者なんですか。そうそういう流れではない。で、一番食べたいのは何ですか。僕と小原さんはこれですけど、社会者ないで本能で食べたいの。そうです、僕本能で。本能で。はい、でもじゃあこれですよ。あ、これですか。もう季節限定ですよ。おー、もうのほのかな甘い香りね。よろしくお願いします。わかりました。はい、海岸沿いにある、うん、昔からある有名なカフェ的なところがあるんですよ。そこ行きたいっすか。そうですよ。今でもアイス食べちゃうけど、また食べれます。別腹。あ、別腹ですよね。もちろんね。そうそう、それが聞きたかったんですよ。スイーツ、ケーキとかね。ああ、もうそんな空気と一緒です。ああ、ですか。大丈夫ですか。カロリー計算とかどうでもいいです。え、甘いのカロリーはないですか。ないこちらね。加工してあれば0キロカロリーです。はい、かっこいい。これですよ、桜石。そうです。桜石も言ってる。加工してやれば0キロカロリーなのです。はい、1つ目でまずイチゴミルクになります。はい、あ、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、もう一度ショットです。はい、はい、どうもありがとうございます。こちらの縁側とか利用できます。ありがとうございます。ありがとうございます。お、桜井氏は KP しますか。 KP 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 縁側行きますか。縁側、うん、ここ、はい、どうぞ。あ、いや、本当に。あ、じゃあいいじゃないですか。使わせていただきましょう。あ、こんな素敵なところがあったなんて。うん、めちゃ甘酸っぱくて美味しい。あ、これめちゃめちゃうまい。うまい。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ美味しい、これ、うん、嬉しい味だよ、これ。溶けちゃうんです。そうね、風強すぎるから溶けちゃう。桜井氏どうですか。うまい。めっちゃ桃。おお。甘さ控えめって。桃食ってる感じ。うん。ソフトクリーム自体はすごい甘さ控えめなんですけど、うん、この下にある桃。桃食ってる感じ。桃食ってます。あ、それある。桃食ってます。桃食ってます。本当に？うん。それはうまいじゃないですか。うん。うまい。食べるの早いさ、桜井氏。はい、食いやすくこんなもんて。小原さんは何、もう小さい時から町っこな山あいとかに住んだことはある。山あいは住んだことない。じゃあ、ね、こういう環境って憧れたりとか。あ、やっぱしちゃうんだ。夏、こういうところで。あー、なるほどね。日本人はいいんだ。桜井氏、桜井氏まだ思わないですか。私こういうの大好きですよ。ですか。こういうの大好きです。合わせてきたんですか、僕たちにお話を。すいませんすいません。こうってないんですよ。こういう素朴なの好きなんですか。大好きですよ、本当に。結構親父臭いよね。いや、もちろんあれでしょ、ビール飲みたい人だって。ビールで、でもこう見えて私お酒弱いの。え、マジ？そうなの？めちゃめちゃ弱い。いつも腰に手当てて一気飲みしてるイメージあるけど違うの？マジ？めちゃ弱いですよ。そうなんだ。なんか意外ですね。新情報。これはアルさんファンには貴重な情報ですね。はい、いろいろ情報が明かされていきますね。最重要情報です。はい、元で車乗ったらみんな順番に夏の思い出を語っていきましょうよ。夏の思い出、はい、幼少時の小さい時の行きますか。夏の思い出記憶がないんですね、私。どうですか。こんな楽しい。なってからは海が嫌いとか。いや、そういう話ですよ、だから。そういうことです。なんか楽しい思い出の話。ああ、じゃあ夏の思い出なんで。
お邪魔します。当たり前のように俺さ、運転席座ったけどスッと流れるようにすごく自然だった。左来てないです。来た。まあ、割と近年流行った、近年って言っても結構10年前とかな、20年ぐらい前かな、はい、祭りっていう曲だね。祭りだ。そうそう、あれ北島サブちゃんの曲ですね。北島さん、でこれぞ北島サブローっていう代名詞のような曲は、木こりの予作だったかな。そんなダメだっけ。いや、聞かれてもらわないです。予作かな。あれがサブちゃんです。はい、あれがサブちゃんなんです。なるほど、完全に。タイトルが予作だったかな。確かに、これ予作じゃないよね。忘れちゃったって。なんかテルマエロマエって言ってた。あ、そうなの。テルマエロマエ。市街地を進んでおりますよ。なんかあれですよね、福井って、こう山道バーって走って、いきなり海岸通ってくる。あ、そうそうなんですよね。この山抜けちゃうといきなりこう山来て、わーって。あー。終わりこまきから、岐阜から、そして福井から。前は名古屋。そして岐阜に、ほら、すごい。県外ばっかりじゃないですか。大人気スポットですな。都会だから、いろんな県の名古屋。そう、みんな集まってくるからね。そう。はい、全国。はい、そう。真ん中ですか、ね、そう。まあ、本州のこの辺に住んでると、大体、うちが真ん中ってみんなどの県も言うよね。あ、海だ。いやー、綺麗ですな、朝倉市。いや、綺麗ですな。ここは弁慶の洗濯岩というところです。有名です、はい、弁慶の洗濯岩がすごい。岩の形が洗濯板みたいになってるんですよ。からそう、洗濯岩だけど、そうそう、弁慶は、まあ、でかいか立派かなんかそういうのがイメージですね。弁慶の洗濯岩、あ、弁慶があそこで洗濯をしたと言われていると、まあ後付けですよね。後付けなんですね。まあ、ガガも実は弁慶あの横通ったからね。あ、なるほど。そうだよ。歴史ありです。そうそう、隣に牛越坂ってとこあって、そこは牛若丸のこう牛に噴射して、で通ったっていう。牛若丸が牛に噴射。そうそういうのはあるんですよ。牛越。牛越というところは。そういうあれがあるんですよ。牛に噴射して、コスプレですか。そう。コスプレを最初にやった男って言われてますからね、牛若は。なるほど。そうですよ。牛若丸ってあれですよね、成人前かなんかの若い時の名前ですもんね。そう、源義経ですよね。そうですよね。そう、だから義経が日本のコスプレの祖と言われてます。なるほど、はい、なるほど。いや、何でも聞いてくださいよ。知らないことないんで、本当に。もうね、これ、あ、ここっすわ。ここあのね、ここめっちゃ車止まってるっしょ。マーレっていうところなんですけど、入れないから、一応入って、せっかく来たから入りましょうか。ほら、すごいでしょ。すごい。いや、人多いな、本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オッケー。いただきます。女子以上に撮った。
マイナスの次元に行ったらカロリーゼロになる。気をつけて。どこまで海に近づけるか選手権とかやります。まだ。おやばい。おお、すごい。すごい。お、来た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 。やばい。